エレン。ちょっといいか。話があるんだが。なんだよ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。これが鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつ。今はとにかくユミルを安全に運ぶことを考えよう。馬を出そうにも巨人がいますからね。は？何言ってんだお前。何を言っているんだライナー。俺たちの目的はこの人類全てに消えてもらうことだったんだ。だがそうする必要はなくなった。はエレン、お前が俺たちと一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。わかるだろ。は？いや待て、全然わかんねえぞ。だから俺たちと一緒に来てくれって言ってんだよ。急な話ですまんが、今からだ。今から？どこに行くんだよ。そりゃ言えん。だが、まあ俺たちの故郷ってやつだな。で、どうなんだよエレン。はあ、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。おーい、行くよ。参ったな。昨日からとっくに頭が限界なんだが。